すみません、文化構成行ってみたいと思います。まずは第一問、空小順。ま、早稲田の中だったらまあまあやりやすい方かなって感じはしますが、ま、一般的にはややなレベルとは言っても10分ぐらいではさばけそうですね。で、理想は14問中12問。ただまあケアレスミスとかあるでしょうから、14問中10問ですね。まあこれぐらい取れてればまあまあセーフ。で、皆さん A と B2 台ありましたよね。その中でも A の方を解説してみたいと思います。さあ、空欄1番でございます。皆さん正解は A を皆さん選んでますよね。まあ、ミアリーということですから単に。で、皆さんそれを選んでるということは、皆さん空所の前後に言い換えが皆さん見つかってるということですね。まあ、そのあたり踏まえながら聞いていただけると OK です。で、おそらく皆さん A のミアリーの言い換えはこのあたりではないでしょうか。我々人類の歴史の中のアパーセント。まあ、あーついてますからわずか。ってところから皆さんミアリーに繋がったかと思います。で、皆さん空欄2の正解は皆さん obvious。明らか。ですから皆さん、明らかが正解であれば、空所の前後。まさに明らかな表現があるはずですよね。そうです。このフットプリント。足跡。そうです。足跡が残ってるわけですから、皆さん明らか。言い換え可能ですよね。で、空欄3番の正解は C。で、この空欄前後に言い換えありますよね。もちろん空所の左側であれば、皆さん用語。で、このクォーテーションマーク、引用符もヒントですね。そして空欄の右側であれば、名付ける。そういうところから皆さん C が正解。さあ皆さん、ついての段落でございますが、まずは空欄4番。で、もちろん正解は B ですよね。じゃあ皆さん、空所前後に言い換えがあるのか。まあ、直接的には変ですよね。いつなのか。そうです。そういうクエスチョン。まあ、疑問があるからこそ、遡る必要性があるわけですね。そこから皆さん、B に繋がっていきます。で、皆さん、空欄5番でございますが、Massive Use。まあ、めっちゃ使ってるんですね。で、なんでめっちゃ使ってるんですかと言われたら、それは空所の左が産業革命があるからですね。これ空所の左側、アンドがあるので、ラッキー。で、空欄6番の正解は、ケース。皆さん、場合とか実例。皆さん、これがちょっと言い換え見つかりにくいなっていうふうに思った方、結構いらっしゃるかと思います。ですが、皆さん、場合とか実例ですからね。で、皆さん、空所の右側に皆さん、例の話書いてますよね。ですから、言い換え可能。で、空欄7番の正解は、A。ただし、これ空所の左側に D3 って書いてますね。もう直前バッチリ。ですから、直前このあたりを指してますよね。そうです。三つの候補。そうです。そういったつながりから選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。そして第2問目は内容1。ま、空小順よりかはやりやすかったかと思います。で、3台ありますが20分。で、10問中9問なんとか取れるかと思います。ただまあ、10問中8問取れてれば同じ。そして第3問目は文層流。で、皆さん、この早稲田の中だったらまあまあやりやすい方かと思いますが、まあ一般的にはややなレベル。で、ここはじっくり時間をかけて20分。まあ、7問中6つは取りたいです。で、7問中5問あればギリギリセーフということです。皆さん、これもちょっと解説してみたいと思います。さあ、皆さん、第1段落の空欄25番ですね。で、おそらく皆さん、これ空所25番の右側、This Cycle。まあ、This と書いてますから、直前にサイクルの話があるはずだ。で、皆さん、文頭にこういう話がありますね。で、Hatch。まあ、直訳すると、ひながカエルでございます。ですけど、まあ、新しい考えということですから、そういうのが生まれるんでしょうね。で、その後、まあ、いろんな過程をたどって、皆さん、サイクルになるには、で、選択肢の A ですよね。ですから、皆さん、消えてなくなっております。ですので、文頭、まずは新しい考えが生まれて、で、最後に皆さん、なくなっていく。消えていくわけですから、これが皆さん、サイクルと言い換え可能ですよね。ですから、空欄25番の正解は A ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ついての段落でございますが、空欄26。皆さん、直前に皆さん、生徒さんに教える話がありますよね。で、何をと言われたら、セルディスプリン。まあ、ディスプリン、しつけですよね。ですから皆さん、生徒さんは自分で自分のことを律する。ディスプリンするということですから、選択肢の G のこのあたりですね。ディスプリン、チルデン。しっかり言い換え見つかりましたので、正解は G ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、ついての段落、空所27番でございます。で、皆さん、これ空所の左側でございますが、皆さん、重要性と書いてますね。で、皆さん、いくつか重要なものが列挙されております。ですが、皆さん、これ空所の右側読んでみると、このあたりですね。emphasize。まあ、強調は強調と見ます。not で否定されてますよね。つまり、話に一貫性がなくなってますよね。矛盾しちゃってる。おかしい。で、こういうことを言ってる選択肢は皆さん見つかってますよね。そうです。選択肢の D のこの funny thing ですよね。で、皆さん、もちろん文頭バッドでございますので、空所の前後は反対。対比関係でございますので、うまいことを言い換えられてますよね。ですから空所27番の正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所28番でございます。で、皆さん、これも空所の右側に1番目とか2番目って言ってますから、まあ、いくつかあるんだろうと。
そうです、いくつかの理由と書いてる選択肢の E ですよね。ですから空欄28番の正解は E ということでよろしいかと思います。では続いて空欄29番でございますが、まずこれも前半ですよね、思い出させる必要性があると。で、何か思い出させる、注意喚起みたいなもんでしょうね。つまりうんたらかんたらしてください、英語でそれを言うならば命令文ですね。でもその命令文の表記と言われたら動詞の原型から始まっている文章となってくると、選択肢の H のこのあたりバッチリですね。で、もちろん選択肢の H のこの1にあたる語句も空所の左側 Holds、その中のうちの一つということでバッチリですね。ですから言い換えられますので、空欄29番の正解は H ということでよろしいかと思います。で、改めて残っているのは空欄30番と31番だけで、空欄30番から行くんですが、左側にヒントがありますよね。そうです、 A student ですよね。で、これで受けるものと言われたら、もちろん選択肢の B の The student ですね。A から The 言い換えられておりますので、空欄30番の正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、最後皆さん、空欄31番でございますが、選択肢残ってんのは C と F ですからね。で、これ空所の左側にはどっちを見ても、皆さん、Perseverance。この話書いていて、皆さん、これで皆さん言い換えられそうですよね。それ、選択肢の C のこのあたりですよね。皆さん、やり続ける。まさにそれが Perseverance。言い換え可能でございますので、空欄31番の正解は C ということでよろしいかと思います。そして、会話の問題ですね。これちょっと砕けた表現とか出てましたので、簡単とは言えないですよね。ただ知らないものは知らないと言って、皆さん10分で解き進めると。ですから、7問中5問も当たれば OK。で、合格レベルは7問中4問。で、最後は要約問題。これは取り組みやすかったですね。5分ぐらいでまとまったかと思います。で、皆さん、今から解説するんですが、ポイントは3つあったかと思います。で、その3点が入れられてれば OK。で、皆さん、これは全部押さえたいですね。では皆さん、どんなポイントがあったのか今から見てみたいと思います。さあ皆さん、要約問題の全文ですよね。では皆さん、画面の真ん中に説明の指示をお出しいたします。では皆さん、見ての通り Not A But B になってますからね。で、我々が書かなくちゃいけないのが But の後ろ、つまり重要なお話ですよね。で、その重要な内容を探し出すと。で、皆さん、読み始めるともう早速重要って言ってくれてますよね。ですから、回答に盛り込むべき表現はもうここに集約されてますよね。で、皆さんも読んでいただいて分かっているかと思います。まず、social。もしくは society ですね。社会という表現がポイント。そして皆さん、文末の role ですよね。役割。少なくともこの2点が入っていれば、おのし。あとは文章を構成する上で、この perform。この3つが入っていれば、もう正解と考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、第2段落も読んでいただいて分かったかと思います。役割とか社会の話、皆さん、統一されてますからね。ですから、自信を持って書いていただけると OK です。すみません、これで一番最後まで来ましたが、65分ぐらいで解けたという方、結構いらっしゃるかと思います。このぐらいでさばければ、皆さん見直しの余裕がありますよね。で、うまいこと言ったら41問中35問。で、割合にすると 85%。これだけ取れれば余裕で受かる。で、皆さん、合格ラインはだいたいこのぐらいですね。73% でございますが、75% ぐらい取れてれば、いけるだろうと。で、皆さん、ひとまず全部終わりましたが、皆さんの点数ですね。どれぐらい取れたのか。このあたりと見比べて考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もしこの後なんかご質問等々ございましたら、コメント欄活用なさっていただいて OK ですからね。で、この後は、切符を待ってまーす。